はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、いわば V10 ね、視聴者 Q&A になります。じゃあね、ちょっとこれ音量のボリュームをね、ボリュームをダウンにします。ボリュームダウンね、はい、ミュートで、今ここにね Xbox One が映ってます。まあお好みの状態にすると今ねこんな感じで Xbox One 映っております。で、今回の内容なんだけれども、実はね海外から、ね、このように動画からはノイズがよくわかりませんということで、でこのノイズね、ノイズってこれ騒音のことなんだけど、でそんなの気にしてたらね使えないよって返してありがとうってなってるんだけど、一応ノイズ目安としてはデシベルね、アンドロイドのこの騒音測定のやつがあるので、でこれでねちょっと参考にしてもらえればなと思っております。はい、それでね今このイヤーバーの V10 なんだけれども、こっち側は出てないんだよね。こっち側にファンがついてて、わーっとこう今熱風がこっちから出てるんだよね。でね、まあ感度がいいからすごく音を拾ってると思うんだけど、今だいたいこうやってまあ喋っててだいたい60デシベルぐらいなんだけど、じゃあちょっとこれでね、測ってみましょう。はい、こんな感じでね、結構静かでしょ。で、実際に1メーター離れて、離れてるとかね、まあ大体、ここら辺で、こうやって、まあ見てるとするよね。電池が少なくなってる。はい、まあ大体ね、こんなもんですね。まあかなりね、最近の中華プロジェクターは静か。いわば V10 もすごい静かです。
でビデオカメラのマイクが高感度なんで、まあ、結構うるさく来るかもしれないんだけど、実際にはねすごい静かなんだよね。そんなにうるさいかな、どうかなと思うんだけど、ね。はい、こんな感じでね、いかがでしょうか。まあ、イヤバーの V 電はね、そんなにうるさいっていうね、なんかこう、静かなシーンでも、ファンの音がうるさくて集中できないっていう人がいたら、もうすげえ神経質なんじゃないかなと思います。全然わかんないよ。ねえ。はい、こんな感じでね、劇団おじいが喋ると、まあ、大体60から70デシベルぐらいなんだけど、まあ、すごく静かだっていうのがね、まあ、伝わりますようにね。はい、この後はね、ちょっと Xbox を遊んでみたいと思います。でね、よいしょ。今これお好みでね、こっちがこっち来た状態でこうだけど、まあ、消灯すると、もうめちゃめちゃ綺麗だね、ほんとね。うん。ね。すごい明るいです。めちゃめちゃ明るい。とにかく、すごく明るい。ね。はい。じゃあちょっとね、三脚につけましょう。ね。ちょっと待ってね。三脚に固定したいと思います。よいしょ。で、よいしょ。このように落として、でちょっと後ろに持ってきてね、よいしょ。はい、見えるでしょうか。見える、ね、はい。それではね、ちょっと遊んでみたいと思います。これね、ちょっと待ってよ。これね、ここか。コントローラー席、ハンドルでやってたんだよな。これかな。これだね。上がリワインダーじゃないから、最初これ。シフトアップしてるな。
1番で金石もシャンパンかな。シフトアップは左側でいいんだよな、シフトダウンはこちらでいいんだよな、これいいやな。で、おかしいな、変わってないね。おかしいな。これで買ったんかな。ちょっと無理だよ、2、3週ぐらいないと。ねえ、1週じゃ無理だよ、3週ぐらいあればな。なんか、ちょっと早すぎてついてくれるけど、設定がラップ数が1だもん、ラップ3ぐらいないとね、これでいいかな。よし、行くよ。やめてよ、ちょっともう一回やらしてよ、そんなに難しいかな。リベンジ、マシン壊れてるし、もうちょっとこのマシン無理だな、やっぱな。残念。悔しい。マシンがね、早すぎるんだよ。
もうちょっとね、もうちょっとね、なんか、よし、きれい。これぐらいだった。いつものマシンで。ででーん。読み込みが長い。でも全然こうやってさ、シーンとしててもさ、うるさくないでしょ、ファンの。ちょっと待ってよ、これなんでこんな曲がりなんだ。これね、これね、ちょっと待ってよ。これコントローラーがあれか。ちょっと待ってよ。一回戻って、これね、多分ベース設定。これがね、これがシミュレーションになってるから、これこっち側だね、これね。これ
シアリングの時ではこっち、パッドはね、こっち、でこれやってしまうかね、惜しい。あー、ちくしょう、次こそ。
汗だく。めっちゃ悔しいな。何ももらえないってのが悔しいので、やりましょう。
コース無理だな。いやちょっと燃えた、これ折れた。心が折れましたよ。いやー心折れた。暑い。もう手に汗握るよ。でゃあ結構楽しいよ。ちょっと悔しかったね、今のはね。これさ、絶対に悪意があるよね、こいつら。これ悪意あるよね、こんなにゆっくりいってんのにさ。ゲームならない。これあんまりだよね。
むずい。むずい。あともうちょっとなんだよな。今8秒違うと全然違うよね。いやー疲れたー、疲れた。どこ走ろう。アルプスが悔しいよね。メープル。チェア持ってこないとダメだな。座椅子がないと踏ん張れない。今これふと思ったんだけど、右上がなんで黒いんだろう。